大会でも使えるバレティカメラ3素編やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。まず最初ですね、これのネタ枠っちゃネタ枠なんですけど、ここでちょっと上の方を見てこうやってつけるとこの頂上につきます。でこれ結構分かりづらいんでおすすめですね。こういう感じですね。で続いてこのドア枠のこっち側に入ってもらってこうあります。でこれでソファーが見えるんで白い、これつけるとこんな感じで隙間からポイントが見えます。外とか見えたりとかね、この階段降りてくるとこもある程度把握できるかなと思います。これ視認性悪いですけど、まあその代わり外傷が全くないんでマジで気づけないっていうのがまあいいとこですね。あと気づいたとしてもそもそも壊せません。なのでまあ普通に最強カメラかなって思います。はい、じゃあ次3つ目ですね。この廊下みたいで結構やっぱカメラこういうとこつけるんですけど、まあおすすめポイントでこちらがあります。でこれ草むらね、ここら辺うまく隠れないんですけど、実はこのハスの長いところのこの付け根ら辺、ここにもうちょっと下かな、もうちょっと下のここら辺につけるとこんな感じでかなり隠れて見にくくなります。で視認性は若干あるんですけど、こうやって下を向けてあげるとこうちょっと見えやすいんで、こういう感じでうまくこうこれとかね、まあ、こうやって角度作りながら見てあげると見やすいのかなと思います。なんかバレにくさの代わりにこうちょっと見にくさみたいなところですけど、まあ、これは全然ありなのかなっていうふうに思います。ここに立って真ん中にで1本左のこの3ですね。で円より少しちょっと上だから、この草むらのこの間ぐらいに投げてあげるとこういうところに入って、ちょっとこれ視認性悪いんですけど、マジで見つけれないんで、これこれ拾いに行っても場所がわからんレベルのところに入るんですよね。なんかね、ここちょっと若干雪があるせいで、こう、若干こう、なんですかね、埋まるんですよ、ほら。普通より埋まってるんですよね。こんな感じになるんで。で、気持ち右側につけてあげても、視認性は犠牲にする代わり、バレにくさは増すって感じで使えるので、ここも強いです。あとは結構、青海のカメラどこにつけたらいいんですかって悩まれる方いるんですよね。で、結構やっぱここら辺定番なんですけど、一歩進んで、この四角の裏をつくんですけど、こことか、あとはここ。こことかにこうやってつけてあげると、これ向こう側からとこれ見えない、かつこれ壊そうと思ったらここまで行かないといけない、結構危ないですよね。で意外とこれかなり見れて、こういう感じで進行ルートが完全に見えるんで、音も聞こえて進行ルートも見えるんで結構強いかなっていう感じのカメラですね。まあここでもいいんですけどね、ここだとまあ破壊されるリスクもあるんで、ここのどっちかにつけてあげるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで3層ね、基本的なポジションを除いた強いポジションということでね、こんな感じで紹介しました。よかったら使ってみてください。バッドところで、はい、そういうのいいわ。あ、すいませんすいません、ちょっと、うちそういうのじゃないから、うちそういうのやってないから。ジャッカルジャッカル、あ、あっ入った、あっ入った、はい、ワンカット、ナイスカット、ナイスカット、うさいなぁ。ポジよ、どこ行っちゃった、みんな。ナイスカット入れ、これダブルショット入れ、ダブルショット。いける？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 絶対いける、いける、いける、マジで、マジでいける、マジでいける。あ、俺見えてる、見えてる、カメラ見えてる。右ね、右ね、右、いや、右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 だって、右だって、右だって。ちょ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 、ナイスショットベイトになった。え、何？なんすか？絶対右とか分かってない。いやいやいや、右いたじゃん実際。なんすか？右いるのに右いるって言って撃ってって勝てない君が悪いんじゃないんですか？僕のせいですか？え、はい。上巻き倒せんか？わかんない。上入ってんじゃない？多分。どこやったん？え、やめた？CG。ログアウト。引退した？引退したか。ガチいねえぞ。落ちていない。じゃあリスポン行ってくるわ。俺はもうすでに行ってる、確認しに行ってる。いやいや、マジ放置かなと。いや、いないんだけど、リスポン。ああ、ひどい。戻る戻る戻る。エグすぎ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 。もう1対2、1対2、気をつけて。ああやばい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 。いや、いけるいけるいける。相手 HP まだ1割か削ってない。やばいよ。繋がってないのよ。あ、カフェだ、カフェ。カフェカフェ、絶対カフェ、絶対。あ、お、来る。お、マジ？やばいやばいやばい。
あ、むねえ、今ちょっとやられてなかった今アッパレ、ちょっとやられてたぞ今ナイスナイス。ロビー外なんか US4 番ピンからピアノ前側行ってる。何か今4番4番まで、るピアノラペッタ、今ラペってるよ。え、硬くないお前パセバーマーさん、何これなんかポンポンしてない。あ、ポンポンは死んだ、うん、いや、むしろ俺らの殺し損ねてポンポンはできたみたい。ラペッタな、どうかあれかも、ガレージ正面かも。あ、いや違う、上上がった、なんだダブルラペッタ、いや、いやでももう一回ラペッタ、うん、あーそうだね、これ多分非常化のガレージ逆ラペッタね。やばい、やばい、はい、来てるわ、怖い、全然当たらない、バンシャドロン回ってる、すいませんでした、壊した。ガレージ正面1とガレージラペ1、飛び出せるな多分、ほんとあーラペやめたるかお兄さんあーまだラペてるわ開いてんじゃん、開いてんじゃんって言った今、開いてんじゃん、デスキャンで発見されてる、何俺のショックドローン1個だけ捉えちゃった。スーダウンでエリア取ったよ。あ、またショックド文字嫌い。ローカ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 ー、 L ローカー、 L ローカー、はい、どうぞ。ショックドローン全員的なやつです。エスカイクル、エスカイクル、カウンターウラー行った、 C4 行って、もう壁抜きさらされた、今度入ってきてるし。あ、逆に文字が1階にいたけど、わかんない、赤が上がってくる。簡単だからいる。いや、危険されるんだよな、これ。マップ、文字。どこ？マップ。マップか。あ、俺オルキリかかってる。いいっすか？あ、いいっすよ。あ、あの、あっち回ってる。ダブルローカー回ってる。オッケー。左に行きます。オッケー！オルキリありがとうございます。あ、空中で壊された。もう一本、もう一本、もう一本くれば、いいよ。ダメか、優勢軍だよ。あ、やべえ、してる、やべえ、してる、やべえ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 、なんかミュートかかっちゃってんのよ。はい、それもう一回やったらもう一回殺せると思うよ、それ、リージョン実は。もう一回殺せます、うん、もう一回やったらもう一回いけるよ、多分次リージョンいける。すごい失敗、最悪やった、タイミング一番悪いタイミングした最悪なのよ。あ、そっち、あ、そっちって言いながら倒したエースの AK12 の恩恵感じてたやつ今。ナイス、いやおいたいたいた、 B いけるぞ、 B いけるぞ、ビリヤード、ビリヤード、あーやばい、ナイス、息吹感じてる。あ、そう、 AK12 の息吹感じてる。セッチフェイントしたら、セッチフェイント、うわー、ついさんのノマド、いや、これ多分いないんじゃない、ポイント、いないのか、いないのかな、多分だ、ほんとにダビロカじゃない、あ、デスカイ、デスカイだろ、これ。あ、B いけるぞ、 AK1、2、 AK、 スカイ、スカイ、登った、登った、ワン、ツー、ツー、ワン、AK2、 調査行くか、ワン、ツー、ツー、ワンってなんだっけ、上級のランか、あ、調査行った、ローリング、ほんとだ、チナマップ、いいフラッシュフラッシュフラッシュ、いやー、かわいそう、あー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 かわいそうにあれやっぱ AK に強いよなあれ、実際に走ってたじゃないですか、うん、それを追っかけてたやつにも殺されました。そうだよねマジタイミング悪そうだった、かわいそうだった俺もすげえタイミングあった、あーあーあーって思ってた。 AK 強いな、これマジゆとり武器だ。いや、そうなんですよ、だから俺ずっと使ってんだよ。なんかフリックして適当に撃っただけで相手死ぬっていう。いや、そいつだけだって全身ヘッドショットだからな全身ヘッドショット、いやマジマジ、そいつ全身ヘッドショットブルッツ、パワーネームすぎるいや、今だって完全に気持ちよくなっちゃったもん AK1 すげえ、これにしてるもん
もう息吹感じてたよなお前今。